鎌倉アイドルボックス始まりました。イエーイ。この番組は大船ハニービーと日の出町セラビーの協力でお送りしております。はい、はい、本日も始まりました。よろしくお願いします。お願いします。ダブル MC のマリーナと高槻美恵です。よろしくお願いしま す。本日はね、イケメンなゲストが来ております、はい、はい、どうぞどうぞ。俳優で今17ライブもやっております、山下大輔と言います。よろしくお願いします。イエイイエイ、よろしくお願いします。俳優さんなんですかね。そうなんですよ、役者をやってて、はい、なんかよくなんか、見た目結構若く見られるんですけど、実は結構そうなんですか。そうなんです。その年齢を公開してるんですか。してます、してます。あの普段の普通にプロフには書いてないですけど、ネットで検索したら普通に出てきます。そうなんですね、はい、でもちなみに私は、初めてさっき会った時に、25くらいかなって思ってました。どうでしょう。ありがとうございます。ありがとうってことはあってはないんかな。あってはないですね。あってはないです。そう、私も同じぐらいかなって最初思ったんですよ。そう、びっくりしました。あ、そうか、ね、年齢してるんです。そう、私は、あの配信でね聞きました、はい、ちなみに何歳なんですか。35歳です。おお、ちょっとやばっ。いや本当です。だから翔さんに言うと僕早生まれなんで、来年の2月で36の年です。だから1984年の人と同級生になります。ねえ、びっくり。全然今高校生の制服着てても大丈夫なぐらい本当に肌も綺麗だし。本当ですか。ね、これ行きます行きます。あ、本当です。じゃあ高校生で。高校生。思ったかな。もう高校生で行きたいと思います、ね、でもね、普通にね、なんか高校生役とかできそうな、あ、はいはい、ぜひぜひ幅広くやっていきたいと思ってます、はい、すごい、ね、なんか普段その役者とかやってて、はい、なんかどういう役とかされてるんですかね。でもなんか普通にリアルのことを言うと、ちょっと実年齢と結構見た目のギャップがあって、なんか普通に通らないだからやっぱ芸能ってやっぱなんか見た目と実年齢の差とかあって、年齢的に言ってもお父さんお母さんの、ね、やっぱり世代なんで、そんなことない、35とかなんで、やっぱお父さんお母さんの役が多いんですけど、やっぱオーディションとか行くとやっぱ見た目とかで大学生とかだから、ちょっとなんか見えないねって言って普通にこう落とされちゃうことが結構あって、逆にもう高校生の役に行っちゃえばいいんじゃないですか。オーディションでね、確かに。オーディションで、普通のリアルの高校生とか勝てますかね。勝て、勝負できますか。経験値が違う。演技の幅がね。高校生にこう入るって感じですか。リアルの高校生にそれで勝つっていう感じですか、ね、演技力で勝つみたいな。本当ですか、これなんか。書類で落ちないですか。いや大丈夫、書類でちゃんと写真見て、あ、もう高校生に見える見えるって思えば、多分大丈夫だと思います。大丈夫ですよ。プロフィールあれですよ、実年齢書いてますよ。あ、大丈夫だと思います。大丈夫大丈夫だ。私審査員になってやったことないんですけど。いやでも本当見た目で、本当にありがとうございます。高校生、高校生で、いける、いけたらいいですね。いやでも普通にね、オファー待ってます。いっぱい言っとこう。オファー待ってます。オファー待ってます。高校生事務所とか言った方がいいんですか。そうね。あ、事務所、マルパソ事務所と言います。マルパソ事務所の山下大輔と言います。漢字はですね、山下は普通の山の下ですね。大輔という漢字はですね、ちょっと特殊なんですけど、大きい、生きる、志。と書いて大輔と言います。そう、最初読めなかった。多分読め、普通に全然読めないですよ。当て字なんで。普通に大学生って読むのかなと思って。大学生。よくなんか、ライブ配信ではなんか僕 ID をカタカナで大、のあとはローマ字スケって書いた後に普通の漢字で大輔、大きく生きる志って書いてるんですけど、だから読めないんで大輔大先生ってよく間違われるんですよ。大輔大先生。大先生なんかパッと見なんかそう見えるらしくて。そういう風に言われてるんですよ。でもなんか大先生って言われてもなんか悪い気がしないんで、どうぞ大輔大先生でどうぞどうぞっていう風に、言ってます、はい、そうなんです。
今ライブって言ってましたね、はい、ライブっていうのはどんな感じでやってるんですか、はい、17ライブっていうのをやってるんですけど、昨年の8月1日から一応今日まで1日も休まずに、うん、続けております。すごい、すごくないですか。すごいですね。めちゃめちゃすごい。自分に言っちゃった言っちゃった。いやでも毎日続けるって結構きついですよね。そう、結構ね、よくなんかメンタルが、ね、やられるっていうふうに言われるんですけど、何なんですか。なんか僕なんかこう認証になる時になんか担当さんとなんかこうね、面談あるんですけど、その時に女性の方だったんですけど担当の人、やっぱリスナーの人がね、やっぱ異性の人多いじゃないですか、でなんかリスナーが男性が多いから、やっぱね、男性の配信者のことはライバーって言うんですけど、なんか男性ライバー厳しいよって言われて、大丈夫やめない、男性ライバーすぐやめる人多いんですけど大丈夫ですかって、結構ガンガン詰められて、厳しめで、でもなんか僕、とにかく大丈夫ですって言うしかないじゃないですか。確かに、あ、大丈夫、やります、やります、やります、うんうん、やりますって言って、ここまでやってます。すごい。ちなみにどのくらいやってますか、はい、1日。1日、あ、時間ですか。時間。時間でも3、4時間とか。でも撮影とかで忙しい時は本当30分とか1時間の時もありますけど、絶対に30、いや、絶対やるようにはしてます。すごい。3、4時間って。でも、先日は本当にちょっとびっくりするかもしれないですけど、34時間やりました。寝てないです。マリーナ結構やってるよね。あ、そう、おちもやってるけど、あのね、最高14時間なの。倍くらい。倍以上だね。以上。でも今までもマックスは38時間あります。もう何をしてるんですか。でも基本やっぱね、ロング配信でかそるんですよね。で、確かに、なんか結構コメント止まったりあるんですけど、ありますね。なんか僕も、結構ね、僕ずっとテイク飛行だったんですよ。ずっとなんかリスナーさんとかあんまつかなくて、なんかコメントが止まってることが多くて、だからなんかもう人間って慣れちゃうんですね。慣れるんですよ。イケボで慣れちゃうんですね。だからコメント止まってもなんか、むしろあー止まったかみたいな感じで、なんか普通にやったり、なんか普通に喋ったり歌歌ったり、まあ、ちょっと休憩ペッて行ったりとか、ご飯ペペって食べたりとかやってます。はい、食べてるところも配信中ですよね。いや、でも前はそれやってたんですけど、ちょっとなんかそれはきついなと思って、それはちょっと席を外すようにしました。あ、で、15分ぐらいでパパッと食べて戻ってくるみたいな感じがする。15分間何やってるんですか、配信中の。あ、配信中は、ルームデコっていうのが、わかります？ルームデコ、画面ちょっと、メモみたいなのがメモあるんですよ。で、そこに食事中何分には戻りますみたいなの書いて、そんな機能があるんですね、一の乗って。で、基本的にやっぱね、サイレントにする人いるんですけど、ライバーさんでやっぱり席外してる。僕はなんかサイレントにするとやっぱ無音になっちゃうんで、なんか寂しくなっちゃうんで、なんか少しでもリスナーさんがね、そこの枠に僕がいない間でもね、いてほしくて、あえてサイレントにせず、曲をガンガン流して、最近流行ってる曲をそれで釣ってますよね。で、戻ってきたらリスナーいたらいいなと思って戻ったりはしてますけど、今のところちょっと効果は見られないですね。なるほど。見られない。まあ今後ね、今後ずっとやり続けて、はい、ね、まあ成果が見えるかもしれないから、はい、確かに継続は力なりっていうふうに言われてますから ね、 そうね、はい、でもすごいですね、36時間、はい、いやー、一睡もせずですもんね。してないすごい。やっぱ普通に起きてるだけでも結構きつい時間ですよ。なんかどうなんですか、でもなんかよく、なんか業界の人ってなんかタフな人多くないですか。多いですね。多いですよね。だからなんかそんななんかきつって思わなくて、あ、むしろ早みたいな、あ、もう終わっちゃうみたいな感じ。すごい、ちょっとなんかすいません、ちょっと今温度差がいやでもすごいな、30。みゆちゃん逆に何時間やったの、一番長くて。でも私最近頑張って2時間ですよ。でもライブ、今ビゴライブちょっと僕17、多分分かんないですけど、17って24時間ぐらいはできるんですよ。でちょっと1回多分配信落ちたんですけど、ビゴライブって何時間ぐらい
いやでもやろうと思えば多分ずっとできるんですけど、うんうんうん、私が持たなくて。あ、別に配信落ちないんですか？配信はでもそこまでやった一日やったことないか分かんないですけど、でもそれはないんじゃないですかね。そうなんですね。ちょっと勉強になります勉強になります。出た2回イケボがちょこちょこ、はい、その2時間も私もなんかコラボ配信で、はいはい、なんか2時間だったから、はい、1人で2時間ではなくて、そっかそっか、なるほど。あ、ひたすら喋り続けるんですよ私の配信って。はい、歌とかもあるんですけど、うんうんうん、まあ、ひたすら喋り続ける配信だから、もうなんかそうだよね、結構喉とかね、きます、枯れたりしないですか？喉は来ないんですけど、うんうん、なんか頭が痛くなる、なんかずっとぐるぐる回ってて、知恵熱みたいな、そんな感じ、うんうん、素晴らしい。いや、そんだけで頭を回転させてるってことですね。うん、何喋ろうかなみたいな、うん、すごいですね。いや僕なんかずっともうあの頭空っぽですもん頭空っぽです本当に。何も考えて空っぽです本当に。空っぽでやってるんですか？空っぽで逆に天才かよなんか、ね、むしろ空っぽだから長時間できるかもしれないです。あー、なるほど。なんか結構なんかライブ配信ってなんか短時間と長時間の人ってなんか分かれないですか？分かります。短時間の人ってもう短時間にバーってエネルギー使ってまあ終わる人と、うんね、長時間の人はまあ僕みたいにね、うん、もうずっとエコロジーでエネルギー生活で省エネででもマラソンタイプでこうやっていくっていう。で僕典型的な僕のマラソンタイプですよね。ただあの長時間やるとあの喉がちょっとやられちゃうので、あの喉飴と水分は必須にはなってきますけど。いや普通の配信でも全然飲みながらやってますよ、水とか、うん、まあ、水は、ね、必須ですけど、喉飴とかは特には、のど飴は飲めないですね。なんですか？いや配信中は、うん、確かに、うん、マリナちゃんは全然、いや全然配信中は、本当ですか？長時間、うん、あの喉枯れますよ、枯れません？いや枯れないです。マジですか？はい、あ、水はすごいこまめに取りますけど、まあまあまあ、水はそうですけど、うん、本当ですか？うん、まさかの、まさかの、え、長時間派のマリナちゃんからの違うっていう、うん、そうマジですか？え、喉強いですね強い方だと思います。すごいですね。じゃあそうですね、じゃあそろそろね、そろそろ曲に行きたい、行きましょう、思います。はい、はい、3代目 JSOULBROTHERS で花火でした普通になんか聞き入っちゃいましたね。すごい。いやでもこの時期にぴったりの曲ですよ ね。いいですね。夏だし。ちなみになんか夏の思い出とかありますか？夏の思い出ですか？うんうん、え、なんか打ち合わせになかったんで考えてなかったんですけど夏の前でもあの、うんうんうん、普通になんかやっぱり花火大会ですか？王道ですよね。めちゃめちゃ王道ですけどね。王道ですけど、普通に近くの花火、ね、うんうん、大会に友達できました。ね、彼女と言いたいところなんですけどね、なかなかね、現実は厳しいですよ、うん、友達と、友達とです、友達です。でもいいですよね、うん、なんかしたんですか？食べ物とか屋台とかあるじゃないですか、うん、あの普通にあのかき氷を買って行きました。かき氷買って行ったんですけど、うんうん、やっぱかき氷でお水じゃないですか、うんうん、でトイレ行きたくなりますよね、うん、で も, でも会場のトイレはすごい行列が並んでいるという。男性はでもそんなじゃないですか？女性は、ね、あの仮設トイレなんで、多分男女共用のやつなんですかね。あ、だからね、時間かかってしまうって。しかも僕もともとちょっとね、多分代謝がいいってなんか言われてて、あの、ね、結構1日なんか水分飲む量が、お水結構 5,6 リットルとか普通に飲むんですよ。これ本当に ネタじゃなくて、なんか ね、あの、僕今まで普通だと思ってたんですけど、うんうんうん、なんかある日知り合いから、それやばいって言われて、それ病院行った方がいいよって言われて、で病院行ったんですよ。行ったんですね。行きました、ね、そしたら先生が、それはね、山下さんすごく健康なんですよってすごい体勢がいいんですよって言われました。だから飲んだら飲んだ分だけすぐトイレ行きたくなっちゃって、これね本当にね、言っても信じてくれないかもしれないですけど、うん、最速飲んで5分後に行きたくなります。最速すぎる、やば、そんな、信じてくれますか？あ、もちろん信じますよ、うん、乗っかってくれたいと思います
逆に私あんま水飲まないタイプだから、はいはい、なんか1日2リットル飲んだ方がいいって言われてるじゃないですか、はい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 、なんか頑張って飲むようにしてるんですけど、なんか結局なんかペットボトル500ミリリットル1本で済んだりしちゃうからちょっと尊敬、省、ね、エネですね。素晴らしい。そっちは省エネなんよ。あ、そうなんです。あ、そっちそうそう、あ、そういうことですね。うん、うまいです。配信はちょっとねエネルギー使うけど、お水は省エネ。ま、真逆です。真逆、真逆。真逆真逆やえ、マリナちゃん。うち多分ね間ぐらい多分2リットルぐらい。ああ、でもいつもなんか行くとき3リットルとか、そう、あのでかいよね。でかいのね、2リットルのいつも持ってるんですけど、ね。なんか好きなお水とかあるんですか？好きなお水、あのファミマの名前が出てこないんですけど、霧島とか、あ、霧島みたいな、なんか、ああ、そうなんですね。あ、緑のやつな。そうそうそう、あ、やっぱお気に入りのお水があるんですね。あります、あります。すごいですね。なんかお水でちょっと話変わるんですけど、はい、あの僕あのクリスタルガイザーってわかりますよね。あ、わかります、わかります。僕ね、高校クリスタルガイザー昔知らなかったんですよ。で、子供の頃で高校生に入った時に、うんうん、高校の敷地内に自動販売機があったんですね。で、まあ、体育の授業の後に同級生とかが普通にね自動販売機でクリスタルガイザー買ってたんですよ。で、あれなんだろうと思って、なんでクリスタルガイザーめっちゃ流行ってんだけどみたいな。流行りがあるんですか？で、そうなんです。みんなクリスタルガイザー飲んでたんですよ。で、みんなあの放課後の、ね、部活帰りとか普通にクリスタルガイザー買ってて、で、僕もある日ちょっと買おうと思って、でてっきりね、あのサイダーだと思ったんですよ。あ、なるほどね。クリスタルガイザーだから、まあ、うん、確かにちょっとなんか炭酸入ってそうな名前ではある。で、しかも知らなかったんでね、で、買ったんですよ、飲んだんですよ。水じゃんえ、ちょ、ごめんなさい、僕の価値観なんですけど、その当時ね、あのお水にお金払うなんてもう考えられないと思ってたんで、普通にね、あの普通にあの体育館の前とか普通にあの冷水器とかあったんで、普通の水飲み場あるんですよ。で、自動販売機でお水買うと全然理解できないんで、え、お水じゃんと思って、え、お金返ってこないかなみたいな帰ってこなかったです。帰ってきません。帰ってこなかったです。へー、はい、そうなんですよ。で、そういうね、楽しい思い出楽しい思い出をありますね。いや、すごい、あの ね、なんか夏の話からそういう水の話で盛り上がっちゃったけど、ね、なんか結構いろいろね、発生していきますよ ね、じゃあそろそろね、次の曲に、はい、お願いします。ではね、次、私、俳優山下大輔の、ね、リクエストで夜遊びさんで夜にかける。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあそろそろね、お別れのね時間ということで、ね、あっという間でしたね。早かったですね。どうでした？初めてですか、ラジオ？そういうことね、初めてです。あ、初めてです。初めてです。え、でもその割にはちゃんと喋れてる、ね、まあ、配信者あるから。いや、めちゃめちゃカミカミじゃないですか、大丈夫ですか？いや、全然なんか自然で、良かったと思う。本当ですか、うん、レギュラーになりますかね？レギュラー、ぜひぜひ。わかんない、わかんない。私が言ってるのか、わかんない。 OK ですか、 OK ですか。あ、うんって言ってるから、なんか、はい、もしまたね、好感触で、ね、いや、全然もうね、またね、来ていただけるんだったら、ね、いつでも、はい、大輔さんの、なんか、SNS とか、はい、あの告知とかがあればよかったら、はい、ね、ぜひぜひ。そうですね、過去の、出演動画としたらですね、なんだろう、のどごし生の CM とかサムキャストで少し出てたりしますので、メインはね、桐谷健太さんですけど、まあ、サムキャストでね、最後ら辺に少し出てたりとか、あと声優の神谷博さんって分かりますかね、分かりますか、分かってないな、はい、アニメで言うとですね、進撃の巨人の、リヴァイ兵長さんの声とか、結構有名な、結構めちゃめちゃ有名な人ですよ。はい、はい、あと夏目友人帳の主役の夏目隆さん役とか、はい、他にも有名な、ね、あの方の声をやってる方なんですけど、のその方の神谷博さんの神様コネクションっていう曲があるんですけど、そのミュージックビデオの主役をやったりとかもやってますので、他にもちょっといろいろやったりはしてますので、よかったらホームページとか見てくれたら嬉しい。え、ホームページはなんて調べたらいいんですか？普通に芸名で山下大輔なんですけど、大輔はもう先ほどちょっと難しいんですけど、大きい生きる、まあ生っていう感じですね、大きく生きる志で大輔って言います。山下大輔
で検索してみてください。もしくはマルパソ事務所でもね検索したら出てきますのでね、皆さんぜひぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。 SNS とかは SNS インスタグラムやってますけど、はい、あとアメブロもやってますけど、なんか停滞気味じゃあぜひ動かしてもらって動かします動かします、はいね、あとやっぱね、あの17やってますので皆さん17ライブってご存知ですか？CM でやられてますよね、吉田幸太郎さんがねやられてますよね、ぜひね、はい、宣伝が難しいですねこれね、あの ID を打たないと出てこないんですよね、そうですよね、うん、ID 今はでも長いんですね、あれでも長いですよ、あそっか、第はカタカナで第、うんうん、でカタカナで第の後ローマ字で SUKE 大、うん、それで大助ですよね、うん、で、下にハイフンで大きく生きる志の後に押しマークっていうのが絵文字があって流れ星とひまわりで出てきます。なるほど、じゃあ17ライブをダウンロードしてもらって、はい、まあ、それを調べていただいて、うん、ぜひね遊びに行ってもらいたいなと思います。ありがとうございます、ナイスアシストでした、ね、素晴らしい、はい、マリナちゃんからなんか告知とかお知らせとか。そうですね、私はちょっとあの7月に上映予定の映画、うん、準主演の映画が、うんうん、あのアンタブスネっていう映画、はい、予告見させていただきました、ね、素晴らしい素晴らしいです、はい、それが延期になっちゃったので、うん、ちょっとまあ今年中にはできたい、うん、向こう上映したいなっていうのあるんですけど、うんうん、あとはもう一個、うん、あのバーグ連帯で会いましょうっていう短編映画があって、うんうん、福井でもともとやられてた映画の続編で私が主役で出させていただいてるんですけど、そう、殺し屋の役ですね。素晴らしい、はい、この感じと全然違う雰囲気になってるんですけど、いやもうギャップ萌えですねだといいんですけどね。そちらはまだ決まってない感じですか、上映とか。そうですね、まだそっちは決まってなくて、まあ、でも今年中に、うん、まあ、都内か福井とかでやれたらいいなっていう感じですね。なるほど、はい、あとは17で雪だるまりなで検索していただけたら、はいね、ぜひぜひ、はいはい、高月美はツイッターとインスタグラムやってます、うん、SNS の方であの情報発信してますので、ぜひそちらの方を確認していただけたらなと思います。はい、はいはい、ということで今夜もありがとうございました。ありがとうございました。鎌倉アイドルボックス、お相手は高月美優、そして MC マリナはい、そしてゲストが俳優の山下大輔です。はい、はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございました。